大学入試が難しくなってるよっていう、そうですね、分量に関してはめちゃくちゃ増えてる、圧倒的に減ってると思います。だから抽象度の高いものが出てることとか多かったんだよね。どうも、ございました。もちつチャンネルです。さあ、今回は大学入試の英語30年で激変止まらぬ難問か東大試験。これが限界ではと思うくらいというですね、大学入試が難しくなってるよっていう朝日新聞デジタルの記事なんですけども、本当にそうなのか。プレップの代表の斉藤さんのやつですね。英語の難易度の変化や今の受験生に求められる英語力、どんな準備が必要かについて聞きましたっていうやつなんですが、まあ東大とか京大の問題の英語問題を比較っていう書いてるんですが、そうですね、長さに関してはそりゃそうでしょうっていうぐらい、そりゃそうでしょうっていうか本当に長くなってます。はい。で、ここに比べてるんですよね、東大のね、この長くなった、そうですね、分量に関してはめちゃくちゃ増えてます。これ間違いないです。読まなきゃいけない量は東大入試すごく増えてる。リスニングもまあ難しくなってるし、選択肢も増えてるし、いわゆる文法問題、簡単にスパパパパッと解ける文法問題みたいなのがあったりしたんだけど、今はね全部長文だからね。そこね、正語問題も長文中でしょ。で、文挿入もね長文で、で最後の読解もまあ長くなってる、それ間違いないんで、読まなきゃいけない分量は相当増えて、東大、まあこれ見てわかるようにね、120分って書いてあるけど、1980、なんで1989年なの、平成元年だっけと2022年比べてますね。はい。京大も長くなってるよ。まあ、京大、まあ確かに長くはなってるか、最後なんか会話みたいなのついたりしてるもんね。そういうので長くなってる。共通テストと共通一次比べてる、そりゃそうじゃない、全然違うよ。見てこの差だ。リスニングあったらそりゃこうなっちゃうでしょ。でリスニング以外ってね、まあリーディングも長いですよ、そりゃ当然。リーディングだけだしね。昔は当然発音アクセントとかね、文法問題あったわけですから。ただちょっとわかんない、共通一次の問題はわかりませんのであれですけど、それリスニング入れたら相当長いでしょっていうのね。で、近年の大学入試英語は難化し、問題のクオリティも変容していると。まあクオリティは変容してますね。リーディング問題の長文化、その通りですね。最近の入試英語に共通して当てはまる変化は、一定時間内に処理しなければならない単語数が飛躍的に増加したこと。1989年共通一次では100分の筆記試験で総単語数は2728語、1分あたり 27.354 で回答すればよかったのに対し、2023年の大学入学共通テストでは80分のリーディングの総語数は6014語、1分あたり 75.25 の処理スピードが求められますと。なるほど。まあもちろんね、共通テストっていうのはそのじっくり読むっていうものではないので、ちゃんと答えに関係あるところを見つけてっていう面では、まあもちろん問題のこう質というか求めてることは違いますね。で、リスニング問題の難化も顕著、よりナチュラルスピードに近い英語を聞き取る能力が問われるようになっていると。問題の分量も増加傾向、リスニングの出題文に含まれる単語の難易度も上がっています。その最たる例は東京大学の二次試験、大学入試のリスニング形式としてはこれが限界ではと思うくらい難しくなっていますと斉藤さんは言います。どうだろうね、東大の問題が最も難しい限界値かと言われると、それはちょっと微妙なところが、もちろんね難しいし音質が悪いっていう問題も残ってるんですけどね、教室によってはね。で、選択肢が5択であるっていうのもあるんだけどね、2回流れるんだよ音声。そういった面ではまだ限界値とは言えないかなって思うんだよね。回答の根拠になるのが近すぎる問題があるとかっていうのはちょっと問題かなと思うんですけどね。特にあのノット問題とか、ババ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 って言ったりして、それがしかも言い換えられてたりして、全部なんじゃこりゃって思う時はありますね。ぶっちゃけこの間の合宿でも東大のリスニングで3日連続やったんで、っていうのはね改めて思いましたけど。東京大学では1988年に文系の入試に初めてリスニングが導入。おお、そうなんだ。89年以降は理系でも実施。当初は新幹線の時刻表を使った問題など分量が少なく語彙も優しい出題でしたが、最近の出題ではアメリカの公共ラジオである NPR ね、はいはいはい、のトークショーが音源に使われるなど、知的な会話を聞いて理解する力が求められている。それはあるかもしれないですね、確かに。で、英作文の出題と。難科大学の入試で英作文問題も難化しています。以前は日本語の文を英語に訳す和文訳が多く見られましたが、最近では与えられたテーマについて自分の意見を論理的に書く自由英作文が出題されています。まあこれどちらがいいかですよね。僕自身は全然自由英作の方が簡単だから、直すのよりも楽なんですけど、でも人によってやっぱりね、自由英作よりも和文訳の方がね、簡単っていう人がいますよね。例えば、慶応義塾大学経済学部の入試では、漁業産業への助成金、芸術への資金助成の是非など、
経済学部で学ぶ科目に関連する読解問題を解いた後、その内容を引用しつつ自分の意見を論述するという高度な英作文が出題されています。つまり学術論文の書き方の基礎を押さえておく必要があると言えます。まあまあそうですね。ただ自分自身は経営の経済はだから簡単だって言ってるんですけどね、本文に書いてくれてますからね、長文中に載ってるんで、何やんなきゃいけないかが分かるんで、それで解けばいいので全然難しくないよとは僕自身は言うんですけど、ただ引用とかってやっぱ苦手な人多いですよね。他の大学は自分の頭から出さなきゃいけないけど、意見がもう書いてあるんだから経済は楽だよって言ってます。また近年の大学入試英語は大学進学校の専門的な学びにつながる内容へと変化している。以前は医学部の入試英語でも文学が題材になったり、文学作品の読解力を問う説問が出たりしています。最近では医療倫理、公衆衛生など題材にした出題が目立つ。そうですね、全体的な傾向として受験生が将来学ぶことになるコンテンツに紐づいた英語が出題されるようになってきました。その可能性が高いですね。全部じゃないですけどもちろんね。そして入試問題のクオリティは高まっており、英語としての不自然な出題は姿を消してきました。そうですね、未だにまあやっぱちょっと変なのは出ます。文法語法問題ね、特に独立した問題で出ているのはんってね、ネイティブ見てあれおかしいよっていうのはまだ出てはいますが、あっ圧倒的に減ってると思います。昔みたいなのは減ったね。やっぱネイティブチェックをしてるっていうのが分かりますね。やっぱり世に出るじゃないですか。で、世に出て変な問題だったら、まあ、当然ツイッター上にね、晒されちゃいますから、写真。なんで減りました。ライレイレインとかも未だに出すとこもありますけど、もっと昔の見てください。不自然な英語いっぱいあります。変なのたくさん出てますよ。昔の入試問題って。マジで、はぁみたいなですね。今だとありえない。だから、教材とかにも入ってるんですよ。いろんなね。学校教材とか特にそうなんですけど、4択が3択になってたりしますからね。これも言えちゃうよみたいなのとか消されてたりして、3択になってるとか。あとは入試問題自分が解いててもわかるんですよ。あ、これネイティブチェックが入って、絶対この表現使いますよ。これでも OK ですよって言われて変えてるなっていうのがあるんですよ。例えばだからもう最近だと寝なくなって、Neither A nor B の問題で、OR が選択肢にいなくなりましたね。そうだ、Neither A or B っていう人がすごく多いからです。っていう風に不自然なもの。だから Provide A with B, B for A っていうけど B to A だって言うから To はもう選択肢にいなくなりましたね。っていう風に実は入試問題もネイティブチェック入れて変わってる。じゃあどういった準備をすればいいのか。まず大前提として大学で何を学び、どんな人生を歩んでいくかについて真剣に考えてほしい。へー。将来自分は英語をどのように使うのか明確なイメージがある人ほど楽しく勉強できますよと。うん、なるほどね。英語の音声の仕組みを理解することも大事。例えば陸上競技のトラックと荷物を運ぶトラックは両方ともカタカナ読みでトラックですけど違うんだよん。ああまあそうね、フォニックスなのを学習しましょうとか。フォニックスはやる？うん、まあ発音記号はねいけるけど、フォニックスはなかなか難しいかもしれないですね。子供の時代にやるんだったらいいかもしれないけどね。まあ別にまあ大人がやってもいいんだよね。だから中高生がやってもいいんだけど、フォニックス知らない人がね大半なんで、教える側が大変じゃないかなっていうふうに思いますね。まあ確かに教えてる側のですね、まあベテランの先生たち、その河合塾で教えてる時に回答速報担当してたんで、予備校側の作るやつね。で、それで河合塾は会議するんで、先生たちで。で、その時、いやーやっぱ入試問題ってむずくなってるよねってよく言ってた、確かに。まあどん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 むずくなってってさ、なかなか解けないよねって言ってる。でもさ、そのことを言ってる先生たちが受験生時代だった時の方がむずい大学なんていっぱいあるんだよね。いわゆるまあベビーブーム的なんでさ、人がいっぱい増えたりとかさ、90年代とかのさ、すごいたくさんいたわけじゃないですか。その頃ってだからふるいにかけなきゃいけなかったから、まあ悪問がいっぱいあったわけですよね。めちゃくちゃ難しいのがあって、で今みたいにね発表する必要すらなかったから、でもやりたい放題ですよね。教授の趣味丸出しみたいな、めっちゃ難しいのが出てきてたりしてたわけですね。だからその辺のことを考慮すると、一概に今が難しいとは言えないかなって思いますね。もうこんなね前入時代ですから、簡単なとこもいっぱいありますし。だ昔はだってニットコマ線ですらすごい難かったって言われますからね。ニットコマ線ですら今のマーチより難かったんだなんていうのはよく言われます。でその90年代の問題とか見ると、確かにこんな難しい内容のこと出してるのみたいなのはあるわけですよ。だから抽象度の高いものが出てることとか多かったんだよね。だからすごい昔のさ19世紀に書かれたさね、堅苦しい表現で書くことっていうのが美徳とされていたような時代の難しい英文が出てたりとかしてたわけですよ。だそういうのは減ってる。まあ早稲田の国際教養が今年出したりもしましたけど、はい、そう昔出てたそういった難しい、なんじゃこれやってね、京都大学が出すようなやつ、大阪大学がね第一問
の和訳で出すようなやつは減ってる。減ってるけど、ただ難しいのはまあ確かにあることはある。だから求められてる力が違うよね。構文がガチガチに超絶むずいとかさ、単語めっちゃむずいとかから、まあ変わってきてるかなっていうのはあります。ただし、その中でも、早稲田の社学みたいにさ、非常にネイティブのね、この知的好奇心を刺激するようなさ、知恵を持ってる人たちが読むような内容だったりとか、早稲田理工みたいに専門書ガーンと出してね、おい、誰がわかんだよ、こんなのっていうのを出したりもすることはありますね。選択肢むずすぎだよ、みたいなのね、はあります。ただそういうところはめちゃめちゃむずいよね、今の方はね。難しさと形が変わってるっていう印象ですね。すげえむずいのを一生懸命こう構造を理解しながらっていうところから、違った力を求めてるっていうのに変わったという印象ですね。まあさすがに89年はわかんないので、どんな問題が出てたとか、データベースも持ってないし、比べるのは難しいんですけど、はい。自分の感想としてはそんな感じですね。難しくなっているところも確かにあるだろうけど、全部が全部そうじゃないよっていう感じですね。まあ簡単な大学もすごく多くなってるし、だからマーチ以下だった場合は全然昔の方が難しかったと思います。90年代の方がむずいと思うよ、マーチもね。はい、そういう感じです。はい、皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。